ございます。江藤彩の独り言ご覧いただきありがとうございます。今日は朝のヨガをお届けしたいと思います。はい、では楽な姿勢をとって、両手は上に上げて膝の上に乗せます。はい、肩リラックスして目を軽く閉じます。鼻から息を大きく吸って、鼻から深く吐いて、ご自身のペースであと2回繰り返します。それではそのまま3分間瞑想します。なんちゃって、はい、すいません。では、今日の江藤彩の独り言は、江藤彩の素顔をお届けしようと思います。まあ、どうでもええわっていうね、まあ、そんなツッコミが聞こえてきますけど、まあ、どうでもいいっすよ、まあ、どうでもいいっす。ただね、こうどうでもいいことをどんどんやっていこうって、ね、思ってるんで、今日はそのどうでもいいことをやってきます。今日は本当寝起きです。思いっきりね、ドスッピンでそのままいつもの朝ですね。私朝と晩今ねヨガをやってるんですよ。今ねすごい時間があるじゃないですか。家の中で過ごすことが多くて、本当にね朝のゆったりとした時間ってすごい貴重だなと思って。でこの可愛いでしょサーモンピンクのヨガマット買っちゃいました。これかなりねテンション上がってます私。で今日はですね、ヨガのインストラクター風で、なんちゃってインストラクターで、なんかね独り言で話していこうかなと思っています。じゃあねヨガについてねいこうかな。まずこの可愛いでしょ、このタイパンツっていうのかな、花柄のね、これバリで10年ぐらい前に行った時かな。私もバリ大好きで、20代の頃からもう10回ぐらい毎年ね行ってて、ビーチでヨガやったりとか、なんかねいろいろ遊んでました。そう、神の、ね、神の国って言われてるヨガ、空気がすごい、ね、綺麗で新鮮で大好きなんですよ。でそこで買ったこのパンツなんですけど、これすごい評判良くて、多分ね250円とか日本円で買ってきたと思うんですけど、ね、こんなに評判いいならバイヤーみたいにねいっぱい買い込んでこればよかったと思って今ちょっと後悔してます。はい、で、ヨガは私ずいぶん前からずっと通ってて、体がね本当に硬いので少しでも柔らかくなればって、あと最近すごい腰痛がひどくて、でそれが治ればいいなと思って結構通ってたんですけど、ちょっと忙しくなると急に行かなくなったりで、最近ずっとやってなかったんですけど、久しぶりに復活しました。やっぱりねこう気持ちいいですね。整体とか通ってたんですけど、ヨガやるようになってから少しずつね、なんか股関節とかもやっぱりこう調子良くなってきて、これはもう毎日続けていこうと思ってます。はい、じゃあストレッチしながら話していこうかな。特
に喋ることないわ。あ、バリといえば、私友達がバリに移住してて、でだいぶ前なんだけど、サヌールにね、泊まりに行ったんですよ。10日間ぐらいいたかな。のウブロとか、なんかいろんなところに行ったんですけど、そのサヌールの海で朝5時に起きて、朝日と共に朝ヨガをしたの。すっごい気持ちよかったな。ね、あのヨガは忘れられませんね。あと私のいとこがインドネシアのバンドゥンの人と結婚したの。珍しいよね。でそこでよくね、その家族が今インドネシア旅行っていうか、ね、帰省するので、あやちゃんも一緒に行こうよっていつも誘ってくれるんだけど、なかなかインドネシアまでね行けなくて、いつかまたインドネシア行って、で海でバリバリじゃないヨガをやりたいなと思ってます。はい、それでは今日はこの辺で、今日が皆さんにとって穏やかでハッピーな一日が過ごせますように。ごきげんよう。